ナモアミダブツ、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 ナマンダー、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 ナマンダー。皆さん、おはようございます。今日は4月12日、日曜日の日曜礼拝のですね、サンデーサービスの、日曜礼拝です。で、まずはじめにですね、日本語のごサービスを始めるにあたってですね、皆さんと一緒に音読賛を歌ってから始めさせていただきたいと思います。では音読賛の2の新譜の方ですね、いきましょう。いきます。3、2、1。如来大悲の音読は身を粉にしても頬ずべし音読も骨を砕きても射すべし。ナモアミダブツ、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 ナマ、ナマ。はい、ありがとうございます。では三基右衛門を皆さんと一緒にお唱えさせていただきたいと思います。三基右衛門来三門ですね、6ページでしたか。来三門、人参受けがたし今すでに浮く、仏法聞きがたし今すでに聞く、好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの章に向かってか好みをどせん、大衆もろともに四神に三宝に帰依し立てまつるべし、自ら仏に帰依し立てまつる、まさに願わくば主情とともに大道を体下して無常意を起こさん、自ら法に帰依し立てまつる、まさに願わくば主情とともに深く経蔵に入りて知恵海のごとくならん、自ら僧に帰依し立てまつる、まさに願わくば主情とともに大衆を通りして一切無下ならん、無常人人微妙の方は百千万号にも愛をことかたし、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を消し立てまつらん。ナモアミダブツ、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 ナマンダー、ナマンダー。はい、改めましておはようございます。今日もですね、サンデー日曜礼拝のお参りに参拝してくださいましてありがとうございます。まだ残念ながらですね、こういうオンラインのライブストリーミング、ライブストリーミングじゃないですね、録画放送になりますけれども、まあ録画放送だけの形になっております。もうかれこれ1ヶ月ぐらいでしょうか、もうそういうふうなことになっております。もうしばらくですね続くようです。日曜日はですね、こういうふうに録画の放送をしておりますけれども、皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、実は月曜日、火曜日、水曜日、そして金曜日、土曜日もですね、これはライブストリーミングのサービスを私毎朝っていうか、ちょっと木曜日以外はですね、月火水金土朝の10時から10時半ぐらいまでですね、お参りの様子を
ライブストリーミングで放送しておりますので、まあよろしければですね、そちらもご覧になっていただければなと思います。月火水よ金曜日はですね、月火水と金曜日はお昇進下、最初に少し、まあ、英語ですけれども少しだけご挨拶をお話をさせていただいて、その後に昇進下の総府のお務めをさせていただいてます。で土曜日はですね、阿弥陀経をお唱えしてるんですけれども、これはご法事としてお務めさせていただいてるんですね。っていうのはこういう、まあ、3月中旬ぐらいからもうコロナウイルスの影響でですね、人が一箇所に集まるっていうのがもうできなくなりました。ということは何が起こったかっていうと、お葬式であったり枕経であったりご法事っていうのが全くできなくなってしまったんですね。その間にやはり、まあ、悲しいことですけれども、ご家族を亡くされた方もいらっしゃいます。お友達を亡くされた方もいらっしゃいます。それから一周忌のご法事であったり三回忌のご法事であったり、そういうのをお参りしよう考えておられた方もおられますけれども、残念ながらそういう人が集まってのお参りというのはできなくなってしまいました。こういうテクノロジーを使ってですね、例えば、まあ、フェイスタイムであったりとかズームであったりとか、ご連絡、私ご連絡いただければ、そういうテクノロジーを使ってですね、皆さんはご自宅におられて、私はお寺でお参りしてご法事をセットアップスケジュールしてお勤めさせていただくっていうのはできるんですけれども、今のところなかなかそういうご連絡はいただいておりません。まあ、そういうこともありましてね、毎週土曜日10時から、まあ、ご法事 お寺のシアトル別院の本堂でご法事という形でお参り させていただいております。まあ、皆様もですね、もしどなたかのご法事であったりお葬式であったりですね、お勤め したいなという方おられましたらね、お電話でも構いませんし、E メールでも構いませんので、ご連絡ください。阿弥陀経をお勤めする前にですね、まあ、そういう連絡をいただければ、亡くなられた方の名前を読ませていただいて、そして一緒にご法事をさせていただこうかなというふうに思っております。昨日はですね、お二方の方からご連絡をいただいて、そのお二方の家族、ご家族から連絡をいただいて、お二人の名前をご法事の時に挙げさせて、読ませていただいて、皆さんと一緒にですね、お参りさせていただきましたので、皆さんももし、ご希望であればですね、いつでもご連絡ください。まあ、ご連絡いただかなくてもですね、家のお仏壇の前に座られてもいいですし、そのスクリーンの前でもいいですし、亡くなられた方の、まあ、お写真であったり法名のカードですね、カードをそばに置いて一緒にお勤めさせていただいてもいいのかなというふうに思っております。こういう状況でありますからですね、なかなか、まあ、普段いつも今までしていたようなことはなかなかできないですけれども、できる限りのことはさせていただきたいなと思いますし、できる限りのことをしていければなというふうに思っております。またいつでも何か不明な点ですね、ご質問等あればいつでも私の方にご連絡ください。で今日はですね、まあ、ちょっと変わったというか、皆さんと一緒にちょっとお経の練習をしてみたいなというふうに思っております。まあ、その前にちょっと3月の初めぐらいだったでしょうか、春のお彼岸の時ですね、春のお彼岸をシアトル別院でさせていただいた時、その時はまだステイホームのまあお達しは来てない、来る直前だったんですけれども、春季春のお彼岸をここシアトル別院でライブストリーミングで
お勤めさせていただいたことがあったんですけれども、その時にまあジム・オリック先生とかタコマの宮地先生も来て一緒にお参りさせていただいたんですね。でその時にまあ宮地先生の奥さん香織さんはあの家の私のこのお寺の横のですね家であのそのライブストリーミングを見てたようなんですけれども、まあそこで私の妻といろいろ話をしながらですね、で私が日本語のご法話をして、その後初任一流賞いつものように ご文章をあげさせていただいてですね、あのぼそっと私の妻に言ったそうなんですよ。ああ楠木先生いい声してるね。いやまあ嬉しかったですね。何か褒めていただくっていうのはあの本当に嬉しいことだなっていうふうに思います。声を褒めていただいたので、これからもねなんとか声を届けていければなというふうに思うんですけれども、もちろんねお話の内容もうちょっと私もしっかり勉強してですね、お話の内容の方もしっかり充実したものにしていかないといけないなというふうに思っております。また同時にそういう自分がいいと他の人から言っていただいたところはですね、あのもっと良くなるようにこれからもあの練習していきたいなというふうに思います。私お坊さんになるにあたってですね、まあ3つ学校に行ったんですけれども、そのうちの一つが権式指導所っていうところでお勤めの勉強をする学校に行ったんですね。まあ私が BCA に来た10年前はですね、そこを1年間行って卒業した先生は BCA 現役の先生にはおられなかったんですね。私だけだったんですけれども、まあ今はですね、私の後に来た先生たちは、あのまあシアトル別院におられたサラ・セキア先生であったりとかですね、今あのサンフランシスコの浄土真宗センター、浄土 JSIO 浄土真宗インターナショナルオフィスというところに勤めている畑中先生、それから最近その権式指導所っていうところを卒業してこっちに戻ってきた、忠尾小山先生っていう先生おられるんですけれども、小山先生はもうあのアメリカ生まれアメリカ育ちの先生で、あのもう英語が達者でですね、そういう先生が日本に行って1年間権式の勉強をしてお勤めの勉強をして帰ってきたっていうのは、まあ、これまでいたのかどうかちょっと分かりませんけれども、少しずつそういう権式指導所に行って勉強された先生もですね、あの BCA の先生たちの中にも増えてきておりますので、またいつかそういう先生たちが一緒に集まって一緒にお勤めを普段聞けないようなねお勤めをするっていうのも一つ面白いかなというふうに思っております。で今日はちょっと私毎朝あの本堂、家でもそうですけど本堂でもお勤めしてるんですけれども、まあお経をお勤めする普通サンデーサービスであればですね、十聖偈とか三仏偈が多いんですけれども、お経っていうのは本当いろんなメロディーがついたお経があったりですね、あのテンポがちゃんと決まってるお経があったりですね、いろんなものがあるんですよ。でまあ、今日はそのうちの一つ皆さんもご存知の三部条というのを皆さんと一緒にちょっと練習したいなと思うんですけれども、お勤めの練習で大事なのは、まあ、テンポ速さと音の高さなんですけれども、音の高さ私もあんまり得意じゃないんですけれども、特にチャンティングのリーダーをする人ですね、ソロで唱える人はやっぱりそのピッチというかね、音の高さもしっかりあのある程度はしっかりちゃんとそこの音に合わせて唱えるようにしないといけないので、こういうピッチパイプみたいな、あのこれ調子笛っていうんですけれども、雅楽でもよく使われるものですけれども、これで音の高さを確認して、私はこれだけでは不安なのでいつもこっちの、 あのチューナーですね、これギターとかのチューニングをするときに使うもんですかね、これを使って自分の声の高さがを確認しながらですねお勤めをさせていただいてます。
で、あのお勤めするにあたって、まあ、大事になってくる音っていうのが3つありまして、それがドレミのレの音、ミの音、それからラの音、あのギターのあれで言うと、あのコードで言うと D と E と A っていう、この3つの音はですね、本当に大事な音になってますので、私いつもそこを調節して、まあもうちょっとあと G、ソの音であったりとかですね、 F シャープの音であったりも練習する時もありますけれども、まずその3つ、レとミとラの音が大事になってきますので、いつもこうやって音を聞いて、なー、いいですね、なー、若干低いですね。で、ラの音、なな、な、な、この3つを確認してからいつも音鳴りするようにしてます。皆さんも一緒にちょっとね練習してみてください。まずレの音、なー、ミの音、なー、ラの音、なー、これウォームアップですね。ウォームアップに、あの皆さんもされてみたらいいんじゃないかなと思います。で、三部上なんですけれども、よくお勤めされますね、このパープルのブックがシアトル別院のウェブサイトに行くとですね、そこにサービスマテリアル、ブディストエディケーションっていうところがあって、そこをクリックすると下の方にあのサービスマテリアルっていうのがあって、そこをまたクリックするとですね、あのこれが出てきます。一番下の方ですけれども、これが出てきて、そのページ25ページのところにあの3部上は載ってます。まあ一回ちょっと音鳴りしてみましょうか。これラの音で始まります。三部上ですね。部上、弥陀如来、入道上、三下落。今一行目だけでしたけれども、あと2つ続きます。部上、釈迦如来、入道上、三下落。部上、十方如来、入道上、三下落。まあ意味は、まあ、大体わかるかなと思うんですけれども、最初阿弥陀様を恋い奉ります、ここに来ていただいて、入道場、ここの本堂にですね、来ていただきたいと思いまして、お招きしているところですね。部上、弥陀如来、入道場、
無常釈迦如来入道場、無常十方如来、もう仏様方に皆さんにここに来ていただく、それを三下楽お花でもってお迎えしましょうというのが三部条ですけれども、この本を見ながらですねやっていただいていいんですけれども、京都に行って勉強するとき、私がその権式指導書っていうところで勉強するときにはですね、また別の本があるんですね。これはそこに行く前ですかね、中央仏教学院っていうところで勉強するときはこの権式集っていう、もともと赤いカバーの本なんですけれども、この中にいろんなお経が入ってるんですけれども、それにこういうカバーをつけて、もうその当時からずっとつけてますけれども、こういう本を見ながらお勤めさせて、使いながらですねお勤めさせていただいて、でこの権式指導書っていうところに行くとですね、またちょっと違う称名集っていうお経の本があるんですけれども、もう権式指導書、お経の専門学校みたいなところでお勉強、お経の勉強をするときはこっちの称名集っていう本を使いながら勉強をしていましたね。懐かしいですね。いろいろこうこの権式集っていう方はですね、いろいろ書いてあるんですけれども、ひらがなが書いてあるんですけれども、こっちは何にも書かれてないので自分でいろんなメモを書いていかないといけないんですね。先生が言ったことをいろいろ書き足しながら自分なりのお経の本を作っていくんですけれども、今日は無常弥陀如来入道場三下楽、無常弥陀如来入道場ところまではですね、ミニスターがお坊さんが唱えるところですので、その後の三下楽を練習してみたいと思います。さーん、ちょっと低いですね。さーん、げーえー、これはラソラ、そしてこれファのシャープなんですけれども、ラソラファのシャープ、中途半端な音なのでここは気をつけないといけないところです。さーん、一緒にやってみましょう。三、はい、さーん、げー、これラの音からですね、ソの音に降りるとき、それからラの音からファのシャープに降りるときですね、ここにエンバイオンっていうか、ちょっとこうまっすぐじゃないんですよ。これが称名の面白いところで、さーってちょっとこう上がってるんですね。さーんげーえーさーんげーえー、はい、で次ですね、ラー、これユリっていう音の博士っていうんですけれども、ユリっていう音の流れなんですけれども、ラこれ三下楽の楽はミの音から始まって、このユリで降りるところは、レの音まで下がります。ラこれも
降りるときにですね、ポンとミからレにいきなり降りるんじゃなくて、そのミとレの間にある音も少しずつできる限り出しながら、上がるときもできる限りその音を出しながら、ゆっくりゆっくり、まあゆりかもめのようにゆり言っていくっていうのがこのゆりなんですけれども、で最後に切るっていうのが入ってるんですね。ラで、ここで息継ぎをします。で次またゆりなんですけれども、さっきのは2回ゆりましたけれども、今度は1回のゆり、ゆり1あたり色を折る、これ一つのパターンなんですけれども、ラー、ここにも円盤音があります。あーくー、色ですね。あー、もう一回言ってみましょうか。あですね、ミからレの音を読みます。あくっていうのが三下楽ですね。もう一回、三下から言ってみましょうか。さー、ちょっと低い、さラクの三部上なんですけれども、お勤め、まあここに来ていただくっていうふうにお唱え、意味のお唱えですので、よくお勤めの始め、法要の始まりの時にですね、三部上っていうのはお勤めさせていただきます。でまあ浄土真宗のお内陣を見るとですね、阿弥陀様はおられるけれども、お釈迦様はおられないじゃないか。他の仏様はおられないのに、どうして釈迦如来、十方如来を濃い立て祀るのか、ここに来ていただくようにするのか、いうふうに思われる方もおられると思うんですね。もし浄土真宗はもう弥大一仏の教え、阿弥陀様の教えですので、阿弥陀様の教えに帰依しますっていう教えですから、別に釈迦如来、部長釈迦如来、部長十方如来というのはなくてもいいんじゃないかということも、まあ話聞くこともあるんですけれども、これ先週のマインズオンミニスターズ英語の方のディスカッションの方ではこれを取り上げたんですけれども、まあ私とすればですね、お釈迦様っていうのはこの世にお出ましになられて、阿弥陀様の教えを私たちに届けてくださったのがお釈迦様ですので、お釈迦様を何て言うんですかね、ないがしろにする必要はないし、どちらかというとやっぱ大事にしないといけない仏様であることには間違いありませんし、十方如来、十方の諸仏仏様方っていうのもやっぱり仏様ですのでね、やっぱり私たちの感謝の気持ち、尊敬の気持ちっていうのはやはり示さないと、示すことは大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。でもなぜ浄土真宗のお寺っていうのが阿弥陀様の、まあ
仏像というか阿弥陀様しかおられないのかっていうと、これまあ私のまあアプリシエーション、私のお味合いですけれども、もしですねお釈迦様のがそこに安置してお、あられたらですね、阿弥陀お釈迦様っていうのは8万四千の法門っていうのを、8万四千の教えを説かれたっていうふうに言われるんですね。そうなると私どの教え従っていいかちょっとやっぱりわからないですね。いろんな仏様方のことも説かれてますし、私が迷ってしまう、そういうこともあって浄土真宗のお寺では、いや私たちの教えっていうのはお釈迦様が説かれたこの阿弥陀様の教え、阿弥陀様の教えに従っていくんですよという私たちの迷いを払うために、阿弥陀様のご本尊っていうのは阿弥陀様になっていてくださるのかなというふうに思っております。また権式指導所に行ってお勉強した時に、まあ、ある先生がおっしゃってたのはですね、あの親鸞上人のところ、蓮如上人のところっていうのはお仏壇を一つずつお供えするんですけれども、阿弥陀様の前っていうのは二つお仏壇をお供えするんですね。まあ、これもその先生のお味合いだと思いますけれども、お仏壇を2つお供えするっていうのは、1つは阿弥陀様、1つはお釈迦様にお供えしてるんですよ、そういう気持ちでお供えしてくださいねというふうに教えていただいたことがあります。お勤めっていうのは仏徳三段ですので、その感謝の気持ち、法恩感謝の気持ちっていうのを込めながらですね、ただ音をたどればいい、ただこのメロディーに沿って唱えればいい、言うんじゃなくてですね、一番大事なのは私たちの心からの感謝の気持ちを表す。特にこの三部上っていうのは、このお勤め法要の始まりにあたってですね、まず阿弥陀様に来ていただく、来ていただく気持ちを私たちがお伝えするっていうことですね。阿弥陀様はいつでもどこでも私たちと一緒にいてくださる仏様ですけれども、まず法要を始める私たちの気持ちとして、私たちの感謝の気持ちを伝えるものとして、この三部上っていうのはまずここにお迎えしようじゃないか、まずそこから始めようじゃないかというのが、この三部上にはお勤めの初めに三部上をお唱えするっていうところに込められているのではないかなというふうに思います。これからもですね、三部上をお唱えする機会っていうのは、まあ、たびたびあると思います。で、今日この本のですね25ページに載ってるものを紹介しましたけれども、これをまた皆さんも開けてみながらですね、三部上の練習をして、今度みんなで集まってお勤めをするときには、みんなで三部上大きな声でお唱えすることができたらなというふうに思います。で、最後にもう一回初めから終わりまで唱えますので、皆さんもね、三下楽のところを一緒に唱えてみてください。ブージョーエミラニョライミあ
がとうございます、今日はですね、皆さんちょっといつもと違った形です。でしたけれども、三部長のお勤めの練習をさせていただきました、私ももっとね、練習してしっかり三部長を唱えられるように、これからもまた練習していきたいと思います。皆さんも、少しずつ練習していただいたらなというふうに思います。いつものようにですね、今日も最後は聖人一流章を拝読させていただいて、皆さんと一緒に蓮如上人のお手紙の蓮如上人のお言葉を聞かせていただいて、今日のご縁の終わりにさせていただきたいと思います。聖人一流のご関係の趣は信心のもって本とせられ候そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に皆に奇妙をすれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたもそのくらいを一年発起入生上始終と申釈しその上の称名念仏陀如来我が往生を定めたまいし御恩法人の念仏と心べきなりあなかしこあなかしこ。なもあみだぶつ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 な。皆さんどうもありがとうございました。また1週間ですね、元気にそして健康にお過ごしください。